文化的空間は人間の営みの中で築かれてきた空間のこと。講義では社会的空間に包括される。人が文化的観念を持ち人工的な構築物を形成し始めた際、意識的に事象や生活圏周辺に意味を持たせ維持しようとした場所が文化的空間の現象である。原始宗教における聖域や家屋、集落周辺の収穫地がそれで、前者は 精神文化的な要素、後者は生活の糧を得るための自然環境も含んでいる。空間としては無形だが、そこにある有形の事物も対象となる。ロイマタの墓地文化的空間は、民族、地域、時代や価値観などアイデンティティにより定義が異なる抽象的対象である。典型的な例として、バヌアツの世界遺産、ロイマタ主張の領地が挙げられる。 構成資産であるロイマタの住居跡と墓地はバヌアツの人々以外から見れば単なる空き地に過ぎない。このような限られた範囲での文化形成に伴う空間をカルチュラルニッチという。現在、用語として多用されているのが無形文化遺産においてである。祭りや伝統芸能を行う場所として維持されてきた一帯を文化的空間と総称している。この場合、 周辺の景観や空気感も含まれ、これをクリエイティブ、アトモスフィアと呼んでいる。なお、景観に関しては、世界遺産で文化的景観という文化遺産保護の考え方があり、文化的空間と相関する。文化的空間には有機質な感覚を伴うが、現代社会においては一見無機質な工学、科学や現代美術といった領域からも構築できると捉えられている。 例えば何の外観装飾もない近未来的建築物群の谷間に前衛的な観念芸術作品を配した公共空間なども文化的空間とみなすこともできる。また文化産業が稼働している空間や文化的なサービスが提供されている場所、風俗営業、賭博などを含む遊戯場、インターネット上で情報が集積し閲覧できる空間、パワースポット、 サブカルチャーにおける聖地なども文化的空間とされる。遊牧民の生活に伴うものや交通が形成するものであれば移動する文化的空間も生じてくる。文化的空間は暗黙知的な存在であり、その空間を形成する文化圏に属する集団以外には理解しがたい面がある。 尺度の違いから文化的空間の保護は一律には行えないが役立つと思われるのが文化多様性という考えで国際連合教育科学文化機関による文化多様性条約がある世界遺産としてのロイマタ史跡や無形文化遺産での文化的空間の登録は文化多様性条約の影響がある観光施設として再生したアイヌの儀式空間文化多様性条約は反 グローバリゼーションが根幹にあり、有形無形の伝統あるいは固有文化の保護、新たな文化の創造、文化教授と選択の自由といった文化圏の確立を目的とする。世界的規模で波及するアメリカニゼーションに接見されることなく、いかに独自の文化を維持し続けるかを模索するもの。そうした中で、伝統的な食物栽培地や地域に根ざした。 日常的な生活環境といった文化的空間も守られると考えられており、アメリカ国内におけるネイティブアメリカンやアーミッシュといったマイノリティの文化と文化的空間の保護にもつながる。国内では文化遺産における知的財産権問題プロジェクトの観点から民族共生空間の推進としてアイヌのイオル再生が世界的に注目されている。 文化的空間は総じて目に見えない存在である。ことから、その所有権や貴族は不明瞭で、例えば宗教的聖地であるならば、その土地や、そこにある構築物は明確な対象物と判断できるが、祭祀のための演出も含めその場が醸し出す。厳かな雰囲気は、感覚、感性によるものであり、それを犯すものを取り締まる、法的根拠はないに等しい。 そのため文化対応性条約のような国際的枠組みとは別に国連の経済的、社会的及び文化的権利委員会や各国においても文化的空間の保護は取り組まれており文化的権利を発展させた空間権の草案が試行錯誤されている。日本では景観法により文化的空間周辺の景観を保護することは可能だが法適用にあたり 文化的空間の価値を証明しなければならず、環境圏から派生する空間圏や国家空間情報に関する法律、地理空間情報活用推進基本法の拡大解釈が望まれる。ありがとうございます。